誰もがアクセスできる質の高いコンテンツを作るというテーマで始めます。別に黙る必要ないけどね。美術制作班の仕事まずは自己紹介から始めます。ツイッター ID はリブ7で、2010年の4月から、2012年の8月まで DBCLS のリサーチアシスタントをやっていました。で、去年まではウイルスの研究をしてたんですけど、今はカリフォルニアでサイエンスイラストレーションを学んでます。はい、次これ結構難しいな。投稿ファームでやっていたことについてです。あ、音声が若干怪しい。大丈夫かな。では、なんだっけ、今までやってたことなんですけど、統合 TV のロゴ作成、その他 DBCLS 関連のロゴやアイコン作成と、ライフサイエンス分野のイラスト集、統合ピクチャーギャラリーの作成をやっていました。で、そのいろんなイラストはここのスライドに表示されているような、いろんな人が作ったウェブサービスなんかのロゴを作っていました。はい、で、次のスライドで、私が最近今こっちのアメリカでやってることなんですけど、いろんな技法でいろんな生き物の絵を大量に描いてるみたいな生活をしています。はい、次です。今回の、私の発表の目的かっこ多分なんですけど、美術制作部の人材をもっと増やそうという感じで、はい、で次に、今まで私がやっていた統合ピクチャーギャラリーというウェブサービスというのは何だろうという話をさせていただきます。統合ピクチャーギャラリーというのはですね、DBCLS が提供するウェブサービスで、ライフサイエンス分野のイラストを誰でも自由にダウンロードできて、クリエイティブコモンズライセンスのモードで、自由に使うことができるという、とっても素敵なウェブサービスです。見た目はこんな感じなんですけれども、で、今もしインターネットにつながっている方はぜひこの URL にアクセスして、サイトを確認してみてください。で、統合ピクチャーギャラリーは現在88個のライフサイエンス分野の画像を配布していまして、で、イラストはモデル生物、培養細胞、実験器具、実験装置など多岐にわたっています。で、JPEG などの、ただの画像データだけではなく、ベクターデータとして、SVG 形式、Adobe Illustrator の AI 形式でのダウンロードが可能になっています。
で、クリエイティブコモンズ表記 CC by 2.0 というライセンスのもとで、このスライドに表示されているような、表記があればイラストの使用二次配布や改変が可能というウェブサービスです。で、そもそもクリエイティブコモンズって何と思っている人がいるかもしれないんですけれども、なのでクリエイティブコモンズライセンスについて軽くお話をします。情報を共有しようとすると知的所有権法や著作権法というのが障害になる場合があります。でなのでインターネット上で何かをみんなで共有しようとするときに、クリエイティブコモンズライセンスによってそのような法的問題というのは回避できます。で、インターネット上の著作物に CC ライセンスのコードやリンクを埋め込むことで、世界の人々に向けて著作物の利用範囲の定義というのを示すことができます。今、このスライドにあるように PCR サーマルサイクラー1という、統合ピクチャーギャラリーの一つのコンテンツに、クリエイティブコモンズライセンスというものが付加してあります。で、クリエイティブコモンズライセンスの種類というのは、作品のクレジットを表示する、元の作品を改変しない、営利目的での利用をしない、元の作品と同じ組み合わせのクリエイティブコモンズライセンスで公開することなどの4種類の、ライセンスの種類があります。で、DBCLS が提供する統合ピクチャーギャラリーというのは最も自由度の高い CC by 2.1 表記のライセンスになっています。次に統合ピクチャーギャラリーの使用例なんですけれども、まずその、統合ピクチャーギャラリーのサイトからデータをダウンロードして、イラストを改変できます。で、あれ、これちょっと切れてるかもしかして、文字がちょっと切れてるかもしれないですけど、イラストを改変してクレジットを表記すれば、自由に自分のスライドや、ポスターなどで発表することができます。で次にダウンロードの仕方なんですけれども、統合ピクチャーギャラリーのサイトに飛んでもらって各イラストをクリックするとこのスライドのような画面が出るんですけれども、で、ここの右クリックで保存となっている部分、 Adobe Illustrator 典型式 AI ファイルと、SVG 形式ファイルの2種類があるんですが、ここをクリックして保存していただければ、ベクターデータの、イラストが保存できます。で、だいたいこんな感じなんですが、統合ピクチャーギャラリーを使って、研究をもっと楽にというか、発表をもっと気軽にできるようになったらいいなというふうに思ってまして、情報を伝達するにはやっぱり図が一番大事だというのが、大切なことで、クリエイティブコモンズライセンスで、ライセンスされたイラストを賢く使って快適な研究生活を送りましょうというのが、まとめです。で、少しでも統合牧場が気になった人をぜひ見学に来てください。ご清聴ありがとうございました。